どうも、豪華ガンチャンネルです。今回はこの後ろにある電動式昇降デスクを紹介したいと思います。これはボタン一つで上がったり下がったり、こんな感じで調節できるデスクです。最近はコロナの影響でデスクワークの人がすごく多くなったって聞きます。自分はもともとデスクワークなんで、ずっと机で座りっぱなしの仕事なんですけど、ちょっと体が普通の人よりも大きいんで、高さを調節できるデスクを探してたんですけど、それでちょうど電動式で、立って仕事をするのにも使えるっていうことで買いました。それじゃあこの昇降式デスクを組み立てるところから動画で見てもらいたいと思います。結構重くて大変だったので、まあ買う時の参考になればと思うんで、よかったら見てください。どうぞ。デスクのいいとこはこんな感じで L 字型になっているので、2画面使ったりするときにすごく使いやすくて便利です。あとは空いたスペースにたくさん書類なんか置けるので、とても使いやすいです。ただちょっと心配なのが、コンセントが上げるときに引っ張りすぎてちぎれないかっていうのがちょっと心配なんで、その辺は気をつけた方がいいと思います。メーターでこのボタンを押すと、上がったり下がったり調節ができます。こんな感じで机が職場が広く使えるので、ちょっと働きやすいです。皆さんもよかったら昇降式デスク買ってみてはどうでしょうか。それじゃあまた。さよなら。